まだこの世界に何もない時からキリストは神と共におられました。キリストはいつの時代にも生きておられます。キリストは神だからです。このキリストがすべてのものをお作りになりました。そうでないものは一つもありません。キリストには永遠の命があります。全人類に光を与える命です。その命は暗闇の中で燦然と輝いていて、どんな暗闇もこの光を消すことはできません。実に神は一人子をさえ惜しまず与えるほどにこの世界を愛してくださいました。それは神の御子を信じる者が誰一人滅びず永遠の命を得るためです。神がご自分の御子を世にお使わしになったのは、世を裁くためではなく世を救うためです。この神の子を信じる者は永遠の滅びを免れます。しかし信じない者は神の一人子を信じなかったので、すでに裁かれているのです。その裁きにあったのは、天からの光が世に来ているのに行いが悪く光よりも闇を愛したからです。彼らは天からの光を嫌い、罪が暴露されるのを恐れて光の方に来ようとしません。しかし正しいことを行っている人は喜んで光の方に来ます。神の望まれることを行っていることがはっきりわかるためです。イエスはガリラヤ中を旅してユダヤ人の街道で教え、あらゆる場所で福音を述べ伝え、さらにあらゆる病気や苦しみを癒されました。このイエスの奇跡の評判はガリラヤの外にまで広がったので、シリアのような遠方からも人々は病人を連れてやってきました。悪霊に疲れた人、転換の人、チューブの人など、その病気や苦しみがどのようなものであろうと一人残らず治るのです。こうしてイエスがどこに行かれても大変な数の群衆が後をついていきました。それはガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤのあらゆるところから来た人々で、中にはヨルダン川の向こうから来た人もいました。エルサレム郊外のオリーブ山のふもとに、ベテパゲとベタニアという2つの村がありました。その近くまで来られた時、イエスはこう言って弟子を2人村に使いに出されました。あそこの村に行きなさい。するとすぐに誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気づくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かに何をしているのかと聞かれたら、主がお入り用なのです、すぐお返ししますとだけ答えなさい。2人が出かけてみると、なるほど、表通りに面した家の外にロバの子がつないであります。早速綱をほどきにかかると、そばにいた人たちが見とがめ、そのロバの子を一体どうしようというんだと尋ねました。二人がイエスに教えられた通りに答えると、その人たちは納得しました。ロバの子をイエスのところに連れてきた弟子たちは上着を脱ぎロバの背中にかけました。イエスがその上に乗られると、群衆の中の多くの者たちも次々と上着を脱ぎ、イエスの進んで行かれる道に敷いたり、野原から葉のついた枝を切ってきて敷き並べたりしました。イエスを行列の真ん中にし、ぐるりと取り囲んだ群衆が口々に叫びました。王様万歳、主の皆によって来られる方に祝福を、この方が起こされる御国に我らの父祖ダビデの国に祝福を、全世界の王万歳。こうしてイエスはエルサレムに着き、
宮に入られました。そして中の様子をよくご覧になってから、もう時間も遅かったので12人の弟子たちと一緒にベタニアまで引き返されました。杉越の祭りが2日後に迫りました。依然として祭司長やユダヤ人の指導者たちはイエスを捕らえて死刑にしようとその機会をうかがっていました。しかし祭りの間はまずいだろう、民衆が暴動でも起こすと取り返しがつかないからと用心していました。ところで弟子の一人イスカリオテのユダはイエスを売り渡そうと祭司長たちのところに出かけました。ユダが来意を告げると祭司長たちは喜び、謝礼を払うことを約束しました。それ以来ユダはイエスを引き渡すチャンスを狙うようになりました。こうして杉越の準備は整いました。夕方イエスと弟子たちは連れ立ってそこにやってきました。皆が食卓を囲んで食事をしているとイエスは言われました。いいですか、よく言っておきます。今私と一緒に食事をしている者の一人が私を裏切ります。これを聞いた弟子たちはひどく心を痛め、口々にまさか私ではありませんよねと尋ねました。あなた方12人の中の一人で今私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。預言者がずっと昔からはっきり預言してきたように、私は死ななければなりません。けれども私を裏切る者は呪われます。その人はむしろ生まれてこなかった方が良かったのです。食事の最中にイエスはパンを取り、神の祝福を祈ってからそれをちぎり、弟子たちに分け与えられました。食べなさい、これは私の体です。それからブドウ酒の杯を取り、神に感謝の祈りを捧げた後、弟子たちに与えられました。弟子たちは皆その杯から飲みました。これは多くの人のために流す私の血です。神と人間との新しい契約を保証する血です。よく言っておきますが、やがて神の国で新しく飲むその日まで、私はもう決してブドウ酒を飲みません。一同は賛美歌を歌ってからオリーブ山に向かいました。